今回は学園アイドルマスターより学マスの面白い女月村手まりに対するネットの反応を紹介していきます。やべえやつが集まる初星学園で、ドーベルマンの見た目した蚕みたいな女、歴代キャラで言うと日和と天下ちゃんとかなことアリスを足して青で割った感じのキャラしてると思う。月村手まりは属性モンスター、一人に詰め込む要素じゃない。中東部ナンバーワンアイドルと呼ばれていた元エリート、クールでストイックな皮肉屋と思いきや、甘えん坊で怠け者なトラブルメーカーでもある、二面性のある少女。嫌いな自分と決別し、自分自身を好きでいるために、トップアイドルを目指している。二面性じゃなくて六面性じゃん。サイコロかな。ねえこの娘もしかしてただの甘ったれたデブ、5キロも増えてません。なぜ増えたキロ数を即答できるんです？何キロ増えたのでは？とか言ってませんよね。ちょろくて詐欺に引っかからないか心配。 B に引っかかってしまいました。残念無念。うわダイエット食おいしい。メインシナリオで釣られるのに、パワーちゃんかお前。心の声がダダ漏れで可愛い。心の声がわからないと判断が難しい。育成選択画面のセリフ、臆病とかじれったいとか、私の魔力だね。私はクールアイドルですからね、仕方ありませんね。おおよそ弱点で構成されている女。そ汚い字は今からでも公式設定にした方がいい。アイマス特有の中の人要素をキャラに輸入するやつ、そんな好きじゃないんだけど、手まりの字の件は一番綺麗に書けたと思ってたやつを自信満々に提出したって背景含めてあまりにも手まりらしすぎるから、ぜひ公式化してほしい。とりあえず弱らせてから本音を引き出さないと。むしろ最初から弱ってるんだよな。は？は？は？用がなきゃ電話しちゃいけないんですか？下半身ムキムキしてて好き。誰が全身贅肉でプニプニだって？大胆な手のひら返しはアイドルの特権。すみません、MV にいた儚げでいかにも過去に心に傷を負ったような美少女はどこですか？心に傷を負ってるのは事実だから。最終的に P の管理下にいないと生きていけなくなるんじゃないのこの子。いくらなんでも可愛すぎる。一匹狼と思ったら、5キロ増えたポメラニアンだった。増えてません。このクール系の見た目でぐーたら腹ペコキャラとか詐欺だろ。ヒロじゃなかったのか。あいつはド M のガガンボだ。この子、気に入った。このセリフがレッサーパンダの威嚇と誰が予想できたろうか。手まりってか手玉に取られてる。この子もしかして初期ヒヨリより弱い？なんなら上っ面ハイダラ全身弱点しかないみたいな女だぞ。弱いというか暴走機関車、ボルトが数本抜けてるけど見ないふりして、P に出会わないと突貫するところだった。走行中に確実に自壊して炎上するやつ。なんで放っておいても勝手に自滅していくんですかねこの子。いい性格してるなぁ。メンタル最弱の手まり、肉体最弱のヒロ、仲間だね。ヒロは代わりにメンタル最強まであるから。これは手強いな。初日も次の日も言ってたやつ。加減という言葉を忘れた悲しきモンスターすぎる。天の弱もちょっと混ざってたからな。自爆でそのまま転がろうとするし、うまくいってると調子乗って尻尾ブンブンになる。公式の説明文で内心を暴露されてる女、いわゆる青の系譜で最弱疑惑すらあると言われている。赤に吸い取られたんや。お出かけで赤が似合ってるって言ったら自分には青の方が似合ってるわ。いやこれはみたいになるのを思い出した。揚げ物作ってあげたり、ケーキ買ってあげたり、ちゃんと褒めてあげてたら多分寝てるところに潜り込んでくるくらいには抱いてくる子だと思う。頭撫でてやればしばらく機嫌が良くなるよこの犬。やめてください。生徒会か教師に訴えますよ。ブンブン。髪も服も整えてきました。あ、ソシカみたいなことを力強く言ってくる。それで体型は？失礼ですよ、やはり変態ですね。また完食したんですね。恋人はカロリーです。この女、前世で馬耳生やして長距離得意そうだな。ジョロムラムチマリ、だったな。アイドルとプロデューサーという関係なのに一緒に映画に誘うだけでデートだとか思っちゃう子だ。面構えが違う。それは P が悪い。青の系譜の歌を歌う割には想像以上に面白いというか、メンタルチワワとシベリアンハスキー同居させてる女。ソロ曲もらってウッキウキで聴かせてあげてもいいけど。てクソめんどい絡み方してきた挙句でも音源とかじゃなくて急に歌い出すの面白すぎるだろこの女。周り普通に弾いてて爆笑したわ。初星コミュ中は見たら一気に印象変わったわ。めんどくさい彼女かよ。どっかの漫画みたいに感落ちした後は、頼まれたら GPS 何十個も持ち歩いてくれるタイプ。ほんと自分がきしょいのはよくわかってるけど、ここの陰影のこだわりずっと見ちゃう。もう俺はダメだ、解釈頼む。いい、太ももです。横からのアングルだといい太さなのがわかる。失
力がトゲトゲしいだけで精神性にクールさのかけらもない青って前代未聞だよな。デレの乱子みたいなもんだ。赤も貴族性っぽい赤だしお似合いユニットなんだな。プライド高いくせにすぐ落ちる女騎士かよ。可愛いの化身かこいつ。ゲーム違うけどどっかのパクパクお嬢様を思い出すなって。やつは精神性にクールさちゃんとあるから。歴代青を一言で表現するならって問題があったとして、青とか色々な感じが出てくる中、一人だけ青みたいな感じ。歌唱力は本当に青なんですよ。少なくともそこに偽りはないんです。出力は青、本体が青。アサリ先生にプロデューサーへの好意を気づかれてるの可愛いね。プロデューサーが元ユニットメンバーと話してるだけで浮気と考えるのも可愛いね。ラーメンを奢ってもらった時のセリフです。信頼が安いなおい。何が起こればラーメンでここまで？本当はこってりしたものが好物なんだけど、トップアイドルになるためにはラーメンはもう食べない覚悟してたんだ。B のおかげで結果出せるようになってご褒美にラーメン解禁したんだ。その結果がこれだ。ハードルが低いなぁ。やっぱ安いぞ。アイドル辞めたらめっちゃ足りそうタイプだ。エンディング名がほとんど食べ物なの。ショウはケーキ矢印パフェからのラーメンなのもじわる。ホームのアイドルの書に配置するとたまに面白い光景が見れる女。シャツ派だけさせたプロデューサーの写真を授業中に見てにまにましてスマホ没収されるのヤバすぎない？マジで何やってんですかねこの小型犬。紬と天下混ぜたら良いところ全部引き継いだけど悪いところも全部引き継いだみたいな女。初期と折に紬のポンコツと天花ちゃんを足して歌とかへの自信と青っぽい雰囲気でコーキングした女。さらにかなこの食欲を足す。知らない相手にキャンキャン吠えるし、ご飯あげると釣られるし、なずくといなくなったら探しに来たりするし、自分以外のアイドルの相手すると嫉妬するし、注意したのに注意無視してテンションの赴くままにやって P を見て反省する。やっぱ犬だよこいつ。大型犬のふりしてる中型犬の子犬と思い込んでる小型犬。歴代青系のありとあらゆる要素を詰め込んどる。あの、青らしいクール要素は、パッと見の雰囲気？なんですか、感情が薄くてクールなアイドルだと、よく言われますが。2位でギリ勝てなかった時に涙目になった子がなんか言ってる。青要素、口調だけな気がしてきた。中身がだいぶポンコツすぎる可愛い。自分のことと言わないでこいつの特徴言ったら多分自分じゃないと本気で思いそうな女。ストイックと見せかけて欲望に負けまくってるの可愛い。青の系譜に常にあるストイック要素を赤に取られてる。初星コミュのメンバーとすれ違いでユニットを解散した辛い過去のある月村手まりと D エンドで人参ケーキに切れる打鍵がどう一人物とは思えない。想定の一段階上くらい性格悪くて好き。 P が悪い噂消そうと思って確認したら実は全部事実だったの。クソ笑った。賛否はあるだろうけどこの口の悪さは今後も変わらないでいてほしい。こんなきつそうな持ち歌練習してて太れるのはもう才能だよ。もう何でも食え。誰だよリリース前に赤に比べて真っ当に青してるとか言ってたのは。だって魔王やいつ枠に比べたら普通の青、特にしおりとかぶりすぎてないってイメージ止まりだったし。食いしん坊枠なんてわかるわけない。そういや食う青ってうどんくらいだったか。うどんも食べるというかまた別のもんだしな。食いしん坊じゃなく職人というか。メンタルが不安定極まりないのにパフォーマンスがメンタルに大きく左右される上、メンタルが上振れても自己制御できずに体力切れで墜落するというアンチシナジーの擬人化みたいな女。上昇志向に理解を示した上で咎めるべきところをしっかり咎められる P との出会いなかったら本当にどっかで壊れてそう。見てる分には可愛い。実際に相手しろ。ちょっと用事が。くっそ面倒くさい女で笑う。これで自分のことクールだと思ってんの笑うんだよね。お前それでクールは無理だよ。あらゆる状況でマウント取らずにいられないのがもう一周回って面白すぎ。小型犬かな。割とダメ人間の分類じゃないのこの子。そうだが。学園アイドルマスターの欠損手まりに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。見た目と性格のギャップがひどすぎるクール系と思ったらなかなかにキャラが濃い。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。